はい、そしたら始めたいと思います。皆さんこんにちは、弁理士の渡辺ですね。専任講師の渡辺です。今日なんですが、京都校のですね、出身者で、2018年の初合格者の、島岡さんを迎えてですね、対談を行いたいというふうに思っています。島岡さんには最初に弁理士試験をなぜ目指したかというところから、最後の方では試験当日にこういう工夫をしたとかですね、勉強の時の直前期の例えば過ごし方とか、その辺を伺えたらなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。しします。でちょっと早速なんですけど、資格の中、いろいろ資格あると思うんですけど、弁理士を目指そうと思ったきっかけとかってありますか？私が企業の面談の取材部に勤めているんですけれども、そこで弁理士の資格を持っている先輩が何人かいまして、その先輩の仕事ぶりがかっこよくて、私もこうなりたいなと憧れがありまして、で、弁理士を目指しました。今ってあれですか、その企業の中で何されてるの、はい、出願系とかそうですね、契約とかじゃなくて特許の、権利側がメインになってます。中間とかもされてます？はい、そうですね。中間対応結構手広くされてますね。国際系とかもしてる？そうですね、外国に出願することも当然あるので、その中で、日本の特許法は当然しなきゃいけないというところと、やっぱ資格持っているとなると、自信が続くかなと思って、日頃の業務でも、そういうところが、はい、理由です。それはあれですか、英語とかも使われるんですか、仕事で？英語はですね、あんまり私が苦手なので、できるだけ下げているんですけど、はい、これからこれからはそうですね。はい、で予備校もいろいろうち、レック以外もあると思うんですけど、はい、レックで受講しようって思ったのが決め手とかってありますか？はい、レックがその先生と直接その話が聞ける機会が多いと思ってて、それで分からないこと質問できるし、あとは、このレックの京都校が駅近ですごい行きやすかったことと、大事ですよね。あとは自習室があって、で私が家で勉強できないタイプなので、勉強普段どこでしたっけ？もう大体自習室？休みの日は自習室ですね。で、平日の仕事終わりはなかなか京都駅まで出れないので、それは家で勉強してました。家でやってやれないことはないけど、はい、できれば外でっていう。そうですね、はい。他の場所とか使わなかった？なんかコーヒー屋とかやってる人とかいるじゃないですか。いろいろ、はい、もうあちこち探したんですけれども、やっぱ自習室が私の中では一番勉強しやすい。はい。で、なるほどね。はい、で実際にこう学習を開始してみて、はい、どうでした？レックのそのカリキュラムとか、はい、教材とかも含めてなんですけど。はい。カリキュラムはすごい、最初に説明していただいたんですけれども、自分の勉強のペースメーカーなので、よかったのと、あと教材は担当の教材がすんごい分厚くて細かく書いていて、なんかクオリティが完成度が高くて、それがすごい良かったですね。それだけでも勉強できちゃうので、確かに。じゃあうちのクラスどうでした？その京都校を受けて、はい、京都校で受けてっていうね、例えば通信でねされる方とかもいるのがいるんですけど、はい、生講義良かったよっていうのがもしあったりとかすれば、教えてもらえたらと思うんですけど、やっぱその他の受講生がいるじゃないですか。で、渡辺先生のクラスはその結構講述の練習とかで他の受講生と話す機会が結構多くて、それでその、お互いこう刺激をこう受け合ったり与え合ったりできたのが良かったかなと思います。あと人数も少人数で、そうですね、質問も多くはないので、はい、仲良くなりやすい環境だったかなって思ってます。だから結構楽しかったですね、土曜日は毎週。嬉しいですね、はい楽しくね、やってもらって、去年ね、合格された方とかも、ここで楽しかったって言ってもらえてたんで、それは、更新通りに尽きるなと思って、実際にね、合格もしていただけたので、よかったなというふうに思うんですけど、そうですね。
逆に言うと、土曜日はもうかなり缶詰め状態なんですけど、はい、平日はどれぐらい、まあ、仕事とね、両立ってこう、はい、結構みんな悩んでるところだと思うんですけど、はい、どれぐらいされてました？平日は、仕事の後に、まあ、2、3時間ですね。うん、あまり残業が、まあ、まだペペなんで、あまり残業とかも出張取れてなくて、まあ、そうです。昨年は定時をすぐ上がることが多かったので、大体3時間ぐらいの勉強の時間が取れてたかなっていうふうに思ってます。あと、その休日とかどうですか？まあ、例えば、今日は土曜日なんですけど、はい、土曜日で講義がっと受けて、はい、で、日曜日とかは結構できた、はい、まあ、そうですね。日曜は、なので、1日自習室にいることが多くて、うん、まあ、あの、集中してない時間もあるんですけど、まあまあまあ、まあ、というのは、半日ぐらいは自習室にいたので、まあ、6時間ぐらいは、まあ、半日は、そうですね。6時間から10時間ぐらいはやってたかなっていうふうに思ってます。それ休日は、例えば朝来て、はい、しばらくやってて、はい、夕方ぐらいにも帰るとか、そんな感じですか？そうですね、はい。朝来て、ちょっとやって、その京都の駅近ら辺で昼ご飯食べて、はい、で、またちょっと眠くなったら昼寝とかしながら勉強して、勉強して、はい、で、また夜飽きたら帰るって、家でちょっとやるみたいな。あ、でも、そうすると、まあ、結構してますね。そうですね。帰ってからも、まあ、またじゃあちょっと過ごして、はい。はいはい、そのテレビとか見なかったんですか？あんまりそうですね、テレビは見ない方だったので、もともと他にやることがなかったっていうのが、まあ、勉強時間を確保できたのかなっていうふうに思ってます。うん、平日はそのじゃもう夜だけ、朝方と、ね、夜方ってこうよくあるんですけど、はいはいはい、ここでも話になるんですけど、牛間さん的にはこう夜方系ですか？はい、夜です。朝はトライしたんですけども、全然ダメで、結局そうですね、朝勉強したらもう本当にしなかったですね。朝はその起きれないのか、起きてもぼーっとしちゃうのか。起きれない。起きれない。お昼とかは？お昼もできなかったですね。やっぱ、会社だと、行ってない。はい、休み時間は休む時間になっちゃうんで、どうしても。その休み時間に勉強するっていうのができなくて。そうですね。まあ、その、通勤中は、音楽じゃなくて、先生の講義。あ、はい、音声データ。はい、音声データ聞きながらは、ずっとやってましたけども、昼休みに勉強するってことはしなかったですね。その分、まあ、夜は時間を取るっていう感じです。はい、家で。はい。まあ、遅い時間までやると。会社には言ってたんですか？やってるって。そう、まあ、知財の中だったら比較的、はい、開発の人とかは結構こう言わない方が多くて、やっぱりそもそもちょっと移動前提になっちゃうのもあるので、はい、あるんですけど、最初のうちは恥ずかしくて言わなかったんですけど、うん、そのまあ勉強が始めて半年ぐらい経ってからですかね、うんうん、はちょいちょい何人かお世話になってる人に言い始めて。ああ、そうなんですか。はい、で、まあ、それがちょっと、まあ、刺激になったりとかして、周りでやってる人いなかったか、まあ、知財部であればね、はい、結構、まあ、まあ、会社の規模によりますけど、持ってるという方もいると思うんですけど。はい。あと、そうですね、会社、私はその、昨年受けた時2年目だったんですけども、入社、はい、その1年目の後輩が、まあ、同じ渡辺先生のクラスに、そうですね、いましたね。はい。それはすごい刺激になりました。ちょっとこれから勉強しようとする人に対して、まあ、なんかおすすめ この勉強方法とか、まあ、勉強方法で、まあ、言うたらもう多分法律自体を勉強するってことは初めてっていう方が多いと思うんですよ、はい、ね、今までどっちかというと自然科学系の方が多いので、はい、いわゆる理系の方が多いので、まあ、なんかこれはいいよっていうのがあればご披露いただけたらと思うんですけど、はい、そうですね、最初にまあ、本当にその弁理士のどういう問題の内容とか知らない方は、検定ありますね。知財管理技能士ですね。はい。あれを受けて、まあ、大体どういうのかっていうのを、私もその、最初その知財の仕事始める前に、一人で勉強して、それが、まあ、3級ですけれども、よかったんですけれども、それで、まあ、大体どういうものなのかっていうのを知れるかなっていう。あとはもう、浜辺先生の言う通りにしてれば浜辺先生の言う通りにしてればいいんじゃないかと言う通りに、はい、まあ、そうですね、
こうあのこう勉強し長いじゃないですか期間として、はい、でその中でこうなんかスランプに陥ったっていうことがあるんで、ね、去年とか一昨年とかも大体できたら論文基礎力完成コードに当たったぐらいの時が、はい、結構やる気が落ちてて、はい、っていうのをよく聞いてたんですよ。私もそうでした。やっぱそうなんだ。そうですね、論基礎入った時だから 10月、9月、10月ぐらいの、はい、まあ世の中的には8月、夏休み終わって、はい、秋に入るぐらい、まあ今年猛暑でしたけど、はい、ぐらいの時が結構ね、みんな落ちてて、いや逆にそのスランプに落ちた時のなんか工夫というか、どう過ごしたのか。時間が経つのひたすら、ひたすら待ったスランプで、そうですね。なるほど。あまり無理して勉強しようとしなかった。はい、逆にで結構そのスランプが開けるときってなんかあると思うんですよ、うんうん、精神的な、うん、でその時に結局やる気が出てくるんで、逆にそのスランプでやらなかったんでバッとできたのかなっていう。ああ、無理やりこう高めようとか、はい、モチベーション維持しようとかいうよりは、まあ、なんか素直に、素直に、はい、長いんでやっぱそうっすね、はい、1年だと長いんで、そうですね、うん、そういう時はもう流れに任せて。で、何なんですかね、スランプって。なんで来たんですかね。やっぱ、量がすごい多いじゃないですか。ああ、まあ、そうですね。俺もあれもやんなきゃいけないし、やってもよくわかんねえし、みたいな時は、全然やる気が出ないっていう時期が、あと 2月にも私ありました。2月結構直前。2月は、その、担当基礎力完成講座の、まあ、終わらないぐらいの。そうですね、はい。あの時、は、じゃあ多分その著作権法とか無形法とかやった時に、はい、なんかいまいち馴染めなかった。はい、あの著作苦手にされてる人、まあ、いると思うんですけど、あと条約系ですかね、うんうん、条約が終わったら難しくて、もう復習しても分かんなくてって時が、1週間ぐらい勉強何もしなかった時とかありました。ほんまに1週間、はい、10日近くやらなかった時がありました。2月に、その分3月はすごい頑張る。めっちゃやろう。はい、あ、でもそれこう自分のバイオリズムに沿う形で、あ、こう上がってきたなって時ガッてやって、はいはい、押した時はもう素直に押してる。はい、新しいですね。あ、そうですね。ニュータイプ。結構みんななんか無理やり続けるって人多い。ああ、なんかこう癖もう戻ってこれなくなりそうみたいな感じはあるけどね。ストレスになっちゃうのが勉強することが良くないかなと思ってます。勉強好きって人はいると思うんですけども、うんうんうん、私なんかはそうですね、特許法とか医療とか結構面白いと思ってやってたんですけど、うん、苦手なところは苦手だったので。島川さんどこ苦手だったの？いや、ね、担当のスコアは僕控えてるんであれなんですけど、結構担当はバランスよく取れてたと思う。はい、もう苦手だったって言ったら条約もそうやし、はい、衣装なんかもね、かなり高かったと思うんですけど、商標と下3法だからとは苦手でした。ああ、そうなんですか。はい、で、分からないところも結構多くて、話聞いて分からないって、まあ、話聞いた時は分かるんですけども、うん、あとから全然頭に入ってないってことが結構多くて、それで、そうですね、下3法と商標は苦戦しました。苦手の源泉って何ですかね。なんで何が理由で苦手って、例えば商標は確かにいるんですよ。商標嫌いっていう人も結構多くて、はいはい、まあ、条約はなんか分かるんですけどね。条約は嫌いだろうなって、まあ、条約って言ってもいっぱいあるし、はい、国内法と紐付けろって言ったって、いや国内法もいっぱいあるしってなるんですけど、やっぱ商標は、まあ、特にすると間違いじゃないですか、その創作物というか、あ、根本的なところ、はい、っていうところと、条約、そうです、3法だと、著作も、まあ、まあ当然、カテゴリーが違って、うん、そこら辺がなんかこう、頭に素直に入ってこないところがありましたね。苦手で。まあ、ただ、こう、なんか最後の方になれば、うん、結構もう、まあ、これだけ覚えればいいんだなっていうのが。見てくる。はい、そうですね。多分4月とか、3月、4月とか。1年前のこの時期はすごい苦戦してたんですけども、その辺最終的にはまあ平均くらい、うんうん、まあ、合格ラインには乗れたかなっていうふうに思ってます。うん、あの
すごく理想的な撮り方をしてたので、はい、特に、まあ、上3本もそうだし下もそうですけど、まあ、直前期ってどうされてましたね、はい、まあ、2月にね1回ちょっとグーンと落ちて、はい、まあ、3月ガーッと上がってきて、でまたこう難しいのが4月5月の使い方って模擬試験もあって、はいはい、でまあへこんだりとか、まあ、どうも何を受けるかとかもありますけど、はい、まあ、ゴールデンウィークってこう結構ね大きいところが休みとしてはあると思うんですけど、まあ、ちょっと過ごし方でなんかこんなのしたっていうのがあれば、担当とか論文とかで、はい、担当前はひたすら問題を解いてました、うん、そのまあ、あの市販されてる10年分の過去問もそうですし、あとそのユグゴリペックのトトーレン、オリジナルの問題が結構多くて、うん、それをやってるだけでもかなり時間が、それが結構こう解き応えがあってですね、うん、それが良かったかなというふうに思ってます。でそれを2週3週と言ってたら、まあもう担当本番になってっていう感じだったかな、うん、あと後ろの問題ですね、後ろの問題と答弁と10年後かなと、うん、ですね。論文の直前はやっぱ結構暗記することが多かったかなっていうふうに思います。論文その暗記っていうのはどこを覚えにかかってました？あ、趣旨系とか、 あとキーワードキーフレーズ、うん、当てになるところを、まあ、何が出るかわからないところがあると思うんですけど、うんうん、でもう何聞かれてもそれっぽいことを書けるように、それっぽいことをね、はい、かなっていう、まあ、暗記はあんまりしなかったんですけど、その、うん、結構渡辺先生の話が あまり暗記させようとしない方だと思ってて、ああ、もう僕はそうですね、はい、どちらかというと、はいはい、こうロジカルにこういう、こういう背景でこういう理由でこうなってるみたいな、で、これはこう、これはこう、うん、私もそれが結構頭に入ってたので、だから担当の勉強の時は暗記はあんまりしなかったんですけど、うん、論文はその、まあ、担当終わってからも短いじゃないですか、うん、なんでもうガッと詰め込みました。うん、何か全然覚えてないです。全部忘れちゃったみたいな。暗記したのは覚えてないです。キーワードキー、まあ、キーワードキーフレーズとか、まあ、判例とかね、まあ、はいはい、とかそういうところですよね。はい、そうです。ガッと覚えて、まあ、もう受かったから関係ねえわって感じですからね、忘れちゃってっていう。なるほど。試験当日の話ちょっと伺いたいんですけど、はい、試験当日でなんかこうこれがあったらよかったなとか、まあ、気をつけるべきこととか、はい、まあ、担当と論文と口述っていう、ね、フェーズが3つあると思うんですけど、はい、まあ、それぞれもしあればこれちょっと気をつけた方がよかったなとか、まあ、逆にまあ普通の試験と変わりませんよっていうんであれば、そうですね、あの、まあ特段その弁理試験の中で気をつけるってことはないと思うんですけども、うん、まあやっぱ時間とか電車の時間とか、田中、うん、先生もおっしゃったことなんですけども、うん、まあ、事前に行くまでは私しなかったんですけども、うん、まあ、時間調べて、で、いつ頃に飯食ってとかは考えてました、うん、それは考えてましたね。あとそう気をつけることが、あの論文試験で、うん、みんな試験開始と同時に紙を破るんですよ。ああ、そうですね。バリバリバリって。バリバリバリ。要は メモ書き用の。うん、そうですね。あれがすんごいですね。まあ、初めて受験される方が、まあ、私もそうだったんですけど、すごい緊張してるじゃないですか。うん、緊張してるところで、全員一斉に紙を破る。もうパニック状態になったので、あの、ぜひ、そうですね、もう紙を破る人がいるということを知っておくと。はい。知っておくとかなり精神的に楽かなと。むしろそれを楽しめるぐらいがいいんじゃないですか。あ、これかと。試験の紙が便利、わらばんしみたいなの結構よ。ああ、そうですね。あんまりいい紙じゃないですか。破るといいよとかするんですよ。バレ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 。まあ、確かに。はい。それは、あの、まあ、試験当日に気をつけることかなと思いました。口述とかどうでした？はい。まあまあ、ここ2、3年ずいぶん以下してるので、はい、もう24年に多分ピーク迎えて、あの時に、合格率が 67% まで下がったんです、口述って、24年の時って、はい、まあまあ、あの時は担当の論文もガンガン取られてたんで、はい、まあ、質の悪い受験生をはめるっていうのはあったと思うんですけど、はい、
まあ、今は比較的簡単だったとはいえ、緊張すると思うんですよね。高校まで遠征してなかった。で、どうだったかなと思って、今月、当日とか前日とか、どんな風に過ごさなかったんでしょう。いやもうすごい緊張しましたね、やっぱ緊張の中でだったんですけども、うん、事前にその、何でしたっけ、模擬試験、はい、はい、もう谷先生から伺ったことあるんですけど、模擬試験を受けとくといいよっていうのを聞いてて、まあ、それで模擬試験よりもやっぱり優しかったんですよ、先生は。まあ、問題が優しいっていうのは先生で心配あるんですけど、だったので、まあ、当日はそこまで緊張しなかったかな。模擬試験の方が、当日模試の方がちょっと緊張した、はい、緊張もしたし、問題も難しかったです。あちょっとあれなのかな、傾向は。まあ、確かにね、問題見てる限りは、私も何名かから再現もらってて、それ見たら、はい、まあ、そんなに難しいなっていう感じではなかったかなっていうのは印象として受けてたので、はい、もうプレッシャーとかも全然なくて、逆に模試の方が結構担当されたのとかプレッシャーかけるような、あえてね、あえて、はい、まあ、それはもう私の、私とか受講生のためにやってますよって思うんですよ。なるほど、はい、ちょっと一つ聞きたいんですけどね、はい、今回、私が教えてもらってる中でいくとなんですけど、衣装の担当がすごい点数良かったんですけど、論文はちょっと へこみ気味だったと思う。あ、私の、そうそうそう、そうです、ね、それこうなんか理由とかありますか。いや、衣装は比較的さっきの話の中でいくと、まあ比較的好きな方がやった、ね、あ、そうですね、はい、で担当はその通りスコアが出てたと思うんですよ、かなりハイスコアだったし、衣装、はい、でもちょっと論文はあんま良くなかったかなって思っていて、はい、なんかその理由とかって自分なりに、なんでかなとか、それが個人的な話になってしまうんですけど、もう全然全然、衣装はその条文理解は結構できてたんですけど、それがなかなかなんか論文のそのなんていうんですか、具体的な書き方みたいな、はい、そのケース、例えばこういうアイテムのその衣装があってみたいな、で、その具体的なところが出てくるとあまりこう結びつかないところがあって、今担当でつけた知識と、なるほど、はい、なかなかその実例が苦手でしたね。そうですね、まあ何個かその覚えるそのテクニックみたいなので、うん、その実際のその例えばこういうものが この法律ではこういうのをカバーしているとかっていうのが結構先生おっしゃると思うんですけどね、そこと実際に聞かれた問題とは、まあ、当然その緊張の中で結びつかなかったのかなっていうふうに、はい、だからそうですね、衣装のものは、まあ、勉強不足ですね。そうですか。はい、もっと実際の問題解けばよかったかなっていうのは。それは論文の問題に関しての演習ですか。そうですね、論文の問題。うん、ね、担当で特技とか職業とかは、うん、まあ、結構奇抜というか、うんうんうん、ちょっと変わった変な問題聞かれたと思うんで、もうそこは当日のこう、まく説明と、うんうん、はい、だったのかなと、それでまあ点が良かったのかなと思ってます。条約がね苦手だって言いながら、まあ、それなりに取ってらっしゃったじゃないですか、はい、条約ってどういう、こう対応されました。まあ結構捨てるまではいかないんですけど、条約の内容によってこう、はい、もう僕は勉強しないっていう人も結構言ってたりしてて、はいはい、もうまんべんなくやったタイプなのか、はい、まあなんかこう結構やっぱメリハリ系だったのかとか、はい、工夫してこういう工夫はしたいとか、なんかこういうのもしあれば、はい、条約はとても工夫しました。で、メリハリ系です。なんで PCT はもう捨てですね。あ、PCT 捨てた、はい、5月から5月にちょっとやって、うん、いましたね。で、パリトリップスでしっかり4点取る、まず、実は3点だったんですけど、うんうん、取るようにっていうふうにやってました。でパリとトリップスに今力点を置いて、はい、まあ、そこで確実に取って足切りを防ぎつつ、はい、まあ、BGT は適当にやって、はい、BGT は、はい、そうですね、まあ、あんまりやっても、まあ、難しいっていうふうには伺ったので、うんうん、でもまあ実際に結構
関係あったかなみたいな。あ、本当ですか。はい。っていうのがあったので。なるほどね。PCT は、まあ、入り込まなくてよかったなっていうのは。そうですね、あの、やるところ、あの、すごいやっぱ、試験範囲が広いじゃないですか、うん、試験も。それで、あの、まあ、序文もそうだし、審査基準とかまで行こうと思ったら、うん、すんごい広くて、どこから出るか分かんないし、うん、なので、どこをやるかっていうのを絞らなきゃいけないですよね、うんうん、そこら辺もかなり私は割り切って、やらないところはやらないと。すごい。まあ、勇気ありましたね。まあ、結構ね、なんだかんだ言ってやっちゃう人が多くて、結果中途半端な感じ で、はい、でその中途半端な知識を邪魔して失敗するみたいなのは、まあ、聞いてると多かったですけどね。まあ、先生講義の音声聞いて、音声聞くと大体その細かいところはまとまらなくても、なるでみたいなのが頭に入るので、それで、まあ、ざっくり大枠はつかめてたのが、まあ、その5月もやらなくてもしても、大枠つかめてたのが、まあ、よかったのかな。逆に それぐらいで十分なのかなっていう、特にその、1年目、そうなのかなっていうのは考えてます。うちのクラスの良かったところを挙げてもらってもいいですか。先生との距離が近い、他の受講生との距離が近い、で、やもうさっきも言ったんですけど、暗記しない、先生がすごい、ロジカルに説明して、もう話がすごいお上手だと思うんですけど、もうなんで、もう、そうですね、普通にスーッと頭に入ってきたのかな、来るかなと思います。そうですね。あとですか。いや、でも、そう言っていただけると嬉しいですよね。雰囲気が良すぎて、良くないですね。そうですか。むしろ仲良くなっちゃう。はい、まあ、敵対っていう感じはないですけど ね、はい、ね、中ではね、まあ、みんなでやっていこうって感じで、はい、まあで、ね、年によっても違うんですけど、はい、あの島岡さんの世代は確かに仲良く、はい、かなり仲良かって、みんなでっていう感じも出てたので、少人数ならでは良さ。そうですね、まあ、私が受け持った中でも一番少人数だったんですけど、はい、その中でも、あの、まあ、やっぱり人数が少ないがゆえにっていうのはありましたけど、まあ、確かに仲良くやってくれてたなっていうのは、まあ、だからこう、ね、横のつながりも、まあ、今でもね、あると思うんですけど、結構刺激を与え合って、うん、仲間関係とかライバル関係みたいになれたのかなっていうのは、思います、ね。まあ、理想的ですよね、はい。じゃあちょっと最後になるんですけど、はい、ちょっと今後の目標、こうなっていきたいとか、まあ、さっきちょっと英語の話も聞いたりしましたけど、はい、いう話と、あとはまあ、今これ聞かれてる人って多分、まあ、これから入門講座を受けようという方と、はい、まあ、今勉強してて、ちょっと息抜きがてら見てるっていう人いると思うんですけど、まあ、その辺、あの、メッセージを簡単にで言って、まあ、目標と、あとまあ受講生、これから受講生になられる方のメッセージ。はい、最後いただければと思います。はい、目標は、まあ、英語はやります。英語は勉強します。はい、というのと、まあ、まあ、私、あの、企業時代なんですけど、勤めてるんですけど、まあ、資格持ったっていうことで、やっぱその OS 関係については責任を持って、うん、回答が、まあ、できるような、そうですね、あの、開発しかなくて書いた時に責任を持った回答ができるような、まあ、資格にふさわしい、まあ、人材になりたいなというのが目標であります。うん、あとは、今年受験される方々は、まあ、そうですね、まあ、勉強されてると思うので、自信持って、うん、自分と小森先生を信じてやっていってくださればいいのかなというふうに思います。これから受験される方々、学習しようかなってこう迷ってて、まあ、今、まあ、そもそも弁理士やろうかなとか、はい、まあ、どこの予備校がいいかなって思ってる人とか、例えば知財は面白いですよね、知財の。ああ、いいですね。はい、3年ぐらい前、3年、4年前に就職活動してる時に、知財の仕事だったりしたんですけど、で、あの、まあ、面白い業界だと思いますし、
まあ、事務所にしてもその、まあ、企業時代にしてもかなり面白い業界だと思ってて、で、まあ、弁理士って資格もその、まあ、難しいとは思うんですけども、うん、やればできる、やればできる資格だと思うんですよね。ですね、採用とかも、まあ、受験資格も必要ないじゃないですか。届きますよね、頑張ればね。はい、と思うので、まあ、ぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。ちなみに知財院どの辺が面白いと感じますか？こういうのが面白いな、こういうとこが好きやなと。最初に魅力感じたのはやっぱその、まあ、特に特許だと発明者から発明話聞いて特許出願するっていうのがメインかなと思うんですけども、やっぱその技術の話聞くのも面白いし、うん、でそれを、まあ、権利化するにあたって、まあ、特許請求の前に、ね、最初、うん、技術的なその、まあ、文言に落とし込むわけですよね。でそこの過程が、うん、頭使うところもあって、まあ、難しいんですけど、まあ、見ると面白いので、うん、はい、あと専門的な知識が技術的な専門性があまりいらないっていうか、あ、ある程度分かってればね。そうですか、うん、ある程度舐められればね、はい、話ができるぐらいのテクニックが入ってれば、ね、まあまあやっていけるはやっていける、はい、なのでそういう方におすすめかなと思います。そんなもんですね。はい、ありがとうございます。まあ、いろいろお話伺いましたけど、まあ、とりあえず、ね、やってやれないことはない。はい。ということだと思うので、資格試験のレベルとしても、まあ、ね、高いのは間違いはないんですけど、合格率もね、言ったら、本当に 5%、6% というところではあるんですけれど、ちょっと興味を持ったらね、やらないともったいないなっていうふうに思いますし、まあ、興味を持ったら、まあ、きっとそれは手に入るものだから興味を持ったなと思いますし、まあ、一回検討してもらって、でもしよければ、こちら生ガイダンスとか来てもらって、直接お話伺えればなというふうに思います。今日は下岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。